あさっての衆院選投開票日に向けて投票を呼びかける啓発活動が行われました。今朝 JR 長野駅前で県や市の選挙管理委員会が通勤通学途中の人などに投票日が書かれたティッシュを手渡し投票を呼びかけました。前回2021年の衆院選では65歳から74歳の投票率が 70% 台後半なのに対し、18歳から24歳は 30% から 40% 台にとどまり、若い世代の投票率向上が課題となっています。今後の国政の在り方の方向性を位置づけるという意味でも非常に重要な選挙になりますので、貴重な一票を棄権することなく投票に参加していただきたいという思いで。衆院選投開票はあさってで、明日まで期日前投票が可能です。